イヤホンして自分の音聞いてるんですけれども、なんか初体験ですごい体が痒いんだけども、でもなんか自分の好きな音を探すっていうのはなんかいいなって思ったし、なんか寝れる音もたくさんあるんだなって思うから、私夜寝れないんですよ。だからちょっと音フェチデビューしちゃおうかなって思ってます。はい、そしてね、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価ボタン